念願のクラブセッティング60度自体を入れてるんだけど、その一番の理由が自分の場合は簡単に打って簡単に飛んでくれる方が力まないタイプなんで、うん、当たり損ないでも飛んでくれる方がいいなと思って、はいはいはい、そして名刀ですね。ありがとうございます。今日はですね、はい、念願のコメント欄でもうめちゃくちゃ書かれているクラブセッティングようやく教えていただきます。本当なんか昔からコメント欄に書いていただいた方々に本当ちょっと申し訳なかったです。いえいえ、はい、じゃあやりましょうか。ちなみに知識はめっちゃある方ですか？まあそうですね、自慢じゃないですけど全くないですね。そうですよね。ちょっとすいません、これ本当大前提なんですけど、僕はもうクラブのマニアでもないし、うん、すごいいろんなのを打ち比べて決めたとかではないので、うん、そこら辺ご了承して、はい、見ていただけたら、もう本当柔らかく見ていただけたらなと思います。そうですね、逆に言えばなんかそのクラブを選んだ理由とかは多分言えると思うんで、うん、じゃあ早速、はい、クラブ、はい、教えてください。じゃあクラブ行きましょうか。じゃあエッジから行こうか。うん、そうだね。まず僕下の3本、はい、60度と56度と50度。まず、60度に関してはテーラーメイドだね。まあ、これは、まあ、先言っとけど、そんな、めちゃめちゃ、決めたってわけじゃないんだけど、もともと60度は、自分の中では、セッティングなんか入れてなくて、うん、去年、1年半ぐらい前から、60度自体を入れてるんだけど、はいはい、その一番の理由が、今まで一番下が56度だったんですよ。56度だったんだけど、どうも距離合わないし、なんか、ちょこまかロブショットだとか、転がせてとかっていうのが、自分の中で、自分のイメージと距離感が全く合わなかった、うんうん、すっごい悩んでて58とかにしようか57とかにしようかっていろいろ試してた時に、まあ、母から60度持ってるわよ、一回これ使ってみればって言われて、いいのって言って60度使ってみたら一番イメージとリンクしたから、はいはい、60度入れてます。じゃあってことは、他のはもう打ったことなく、まあ、これでいいやっていきなりなったからこれって感じ。OK です。だからそうだね、正直言うといろんな60度本当は打ち比べしてみたいなっていうね、言われてみたら今後ね、ちょっとそういうね、うん、新商品のなんかウェッジとかも打ってみたいね。いや、それこそだからカメラマンさんの羽田さんタイトリストの冒険とか使ってて一瞬でもこうやって、うん、んだってなんかそういうところもいろいろ試してみたいんだけど、はいはい、まあなるほど、今のところはこの60度、はい、これなんて言うんだろうね、テーラーメイドの、わかるわかる、キャディ時代ね、はいって俺はまあこれですけど、ごめんなさい、皆さんちょっとコメント欄にいろいろ書いてください。オッケーです、本当すいません。シャフトは、今初めて知ったんですけど、はい、こちらですね、ダイナミックゴールドの115ですね、重さが、はいはい、うん、もうもらったものそのままなんで別にこだわりなくこれを使ってました。グリップも同じってことですね。そう、グリップも、はい、で、次のウェッジが、56度と50度、これはね一緒のメーカーで三浦さんですね。ここから正直、3年前かな、もうフィッティングで、いろんなクラブ打たせてもらった時に一番打感が良かったし、うん、距離も自分のイメージと合ったっていうクラブをこれはそれで決めました。はい、シャフトはこれモーダスですね。モーダス、両方モーダス合ってますよね、読み方。まあまあまあ、いや、モーダスモーダス、60度と一緒だね、115、はい、を使ってます、これ両方ね、はいはい。まあ、なんでまずじゃあ60度、うん、56度、50度にしてるかっていうと、うん、まあ60度はさっき言ったようにもう基本的にグリーン周り楽にしたいなと思って60度入れて、そうするとなんか60度ってねバンカーショットも打ちやすかったし、うん、結構ね自分の場合はね開いてくぐるってことがないから、うん、いろんな技が使えたんで60度は使ってるから、基本的に距離を何ヤードを60度で打とうってよりかは、グリーン周りを少し良くしたいなと思って60度入れて、うん、はい、で、56度からは、基本的にね、70ヤードから、この頃90ヤードまでは56度で打ってます。はいはい、で、時々ね、95ぐらいまで飛んでくれるかなと思ってるんだけど、まあ、それぐらいの距離感だけ、もう56度で何か技を使うとかっていうのはやってないですね。うん、で、50度は、もう僕の場合、アプローチウェッジなんで、はい、まあ、飛距離が120いくかいかないかぐらい。うんうん、なんで、これ使ってます。はい、で、ここはもうなんか、2つ揃ってて、打感も一緒だし、距離感もブレがないんで、ここは2つお揃いにしました。はい。そんな感じです。大丈夫ですか、こんな。あ、全然全然。もう僕もわかんないんで。いや、ほんと興味がないですね。やばいっすよね。その興味がないとこが面白い。はい、逆にもうコメント欄でいろいろ教えてほしいですね、うん。そうだね、おすすめのクラブとかね。それありじゃないですか、ね。そうですね。これ合うんじゃないみたいな。これ合うんじゃないかとかってやったらね、ちょっとそれも打ってみたいですね。うん、で、ここから、ピッチングから僕、アイアンは5番まで入れてて、変えたんですよ、はい、去年に。P だけ？うん、違う、アイアンを。アイアン全部。アイアン全部。はいはい、こちら、プロギア02ですね。うん。はい。もう今、ものすごく気に入ってます、僕は。
それなんで変えたんですか？いや別にすごいアイアンが悪いわけではなかった、うん、それこそ以前のアイアンはキャロウェイだったかな。はいはい。キャロウェイのなんて言ったねなちょっとあの、貼っときますね、はいはい、あの動画に。そのキャロウェイのを使ってたんですけど、190ヤードを5番アイアンで打ってたんです、うん、どうしてもアイアン、200ヤードまでアイアンにしたかったっていうのがあって、なるほど。5番アイアン入れればいいじゃんって話だったんだけど、はいはいはい、そもそもその時はアイアンが好きじゃなくて、うんうん、どちらかといえばユーティリティとか打ちたかったんだけど、うんうん、まぁ、ちょっともう今、クラブ、そもそも14本なんで、じゃあ何を抜こうかなとかいろいろやった時に、うん、いや、ちょっと待って、アイアン少しでも距離が、出るようなアイアンってないのかなって探して、おそこでついにちょっと興味を持って、ついに興味、まあ興味持ってそれも競技で初めてね、はいはい、やっぱりちょっとここ欲しいなって思って、そしたらたまたま知り合いのコンペだったんだけど、あの一緒に回る人は全員知らなくて、うん、パーって見た時に自分以外全員プロギアだった、なんか誘われてないと思って、はいはい、でプロギアのところ行って打たせてもらって、00特化っていうのをね確か勧められたの、結構プロ仕様の、はい、どちらかといえば距離は昔の番手と同じだったんだけど、はいはい、まあスピン量とか、飛距離のブレがあんまりないみたいな、うん。なんだけど、やっぱりさっき言ったように、自分の目的は同じ力感で10ヤードを目指すクラブはないのかって言って、ちょっと簡単な方がいいみたいなね。あのね、自分の場合は、簡単に打って簡単に飛んでくれる方が力まないタイプなんで、うん、はいはい、で、もともとそんなに体格恵まれてないから、うん、当たりどこないでも飛んでくれる方がいいなと。はいはいはい、で、その中だったら、プロギアの中でこの02モデルっていうのは、うん、結構ちょっと来角も少し立ってるし、まあ、全部00、01、02、03とかもあったかな。はいはい。すべて打ったんだけど、一番打感良かった。飛距離もやっぱりピッチングで120から130だったところが、うん、まあ、この子になったおかげで、やっぱり130から140に飛んでくれるようになって。それ聞くとなんか、自分も打ってみたいなと思っちゃうね。すごいですよ。だから、で、さらに、計測器で測った時に、飛距離は伸びたんだけど、スピン量変わんなかったんですよ。前のクラブと。いいね、それは。だから、あんまりスピンがほどけることなく、すごいバックスピンがかかるかって言われたらかからないけど、うん、でも、ある程度、グリーンスピード10とか11でも、ちゃんと止まってくれる。高さも出てくれるから。なるほどね。プロギア最高っす。あとはその、アイアンでやっぱ、俺もね、構えて、うん、打ちやすいか打ちにくいかっていうのをすごい決めるの、うん。僕の場合は、これで大きく見えない。へー。あのね、ここの名前なんて言うんだっけな。ここがね、はいはい、あの、まず太いから、なんか、ここが太いと自分の場合は、なんか安心感あるな。なるほどね。じゃあこれが、5番まで全部これね。そうです。ピッチングから5番まで。はい、で、シャフトも、これもモーダスですね。はいはい。はい。でも、こっちは105使ってます。おー、違うんだね。そう、あの、ちょっと軽い。で、なんか、詳しくないからね。オッケーオッケー。ちょっとあれなんだけど、自分の場合は、自分の意識の中では、スイングとしてその、体で打ってきたいなっていうのはあるんだけど、うん、実際ちゃんとフィッティングをした時に、全くリストを使ってないかって言われたら、リストも使ってる方なの。なんで、なんかこれを重くしすぎると、今までなんか、良かったバランスを崩す危険があると言われて。なるほどね。まあ、115でもいいよってその方には言われたんだけど、じゃあまずはちょっとアイアンは、この前使ってたキャロウェイのシャフトと一緒にしましょうって。なるほど。105にしてます。はい。こんな感じ。はいはい。いや、ほんとおすすめっす。続いて。ユーティリティです。はい。リョーマ？うん。ロマロです、ね。間違えた。すいません。多分ロマロって言ってます。すいません。で、シャフトは？シャフト？シャフト？三菱ケミカルゴルフシャフト。天聖って書いてありますね。天聖？天聖。で、これも、だから、その、フィッティングした時に、このシャフトが一番いいよって言われて、これにしてますね。だから、シャフトは S。これは基本的に全部 S シャフトだね。ほんと道具興味ないですね。道具よりか、パー打って、球見て、あ、これいいねって感じですね、僕。マジで。今の、段階だと5番そうだね、195前後かな、うん、なんですけど、このユーティリティで220前後まで飛んでくれるんで、うん、まあ、間20ヤードぐらいなんですけど、まあ、でも扱いやすくて、さっき言ったようにこうやって構えた時の安心感と、うん、自分ユーティリティ好きなんだなっていうのがあるんで、この子も結構好きなクラブの一つですね。はい、じゃあ次からロッディオですね。はい、3番5番 ?3 番5番。あ、はい、そうそうそう。これも、これカスタムシャフトですね。これね、なんて言うんだっけな、これ。じゃこの前ね、俺言われたんだよ。バジリスだっけな、なんだっけな。かっこいいね、これ。いや、めっちゃかっこいい。鬼滅の刃の煉獄杏寿郎みたいな感じだ。めちゃめちゃ好きなんですよ。バシレウスですね。で、これも S シャフトで、うん。はいはい。はい。で、なんでこれにしたの？あ、でもフィッティング？うん、だから、言われるがままです。この、そもそも、ロッディオシリーズは、飛距離がめちゃめちゃ出るんですよ。うん、だから僕、スプーンで260ぐらいまで飛んでくれるんですよ。はいはい。いや、自分の体格でね。はいはいはい。なんですけど、暴れ馬とも呼ばれてるんですよ、これ。ダメじゃん。
いや、だからね、もう制御するの必死ですよ。でもやっぱり飛距離が飛んでくれるから、でもう3年間使っちゃってるんで、結構ね、慣れちゃった。ああ、なるほどね。でも、ちょっとここ最近、一発の暴れが、命取りだよね。ことになってきちゃうんで、変えようか変えないか迷ってるっていうのが正直なところですね。まあでも、打感はいいし飛ぶし、ちょっと暴れん。まあでも好きな、うん、今はこれ使ってますね。そして、最後。名刀ですね。僕はドライバー、はい、まあ多分もう打ってるところを見たらわかると思うんですけど、テイラーの新マックスです。ああ、なるほどね。はい。二つはね、同じですね。同じ。あ、はい、バシリウスです。S、もちろん S。S ですね。もうバシリウスですね。はいはい。バシリウスだったっせっかくもう一回ゴルフやって、真剣に試合とかにも出てくっていうんだったら、うん、まあ、この際だったらちょっとお金かけてね、うん、ちょっとしっかりやりたいなっていうことで、その時変えました。はい。もともとね、テーラーのドライバーが好きなの。おー、なるほど。キャロウェイとか、いろんなものも試してみたんですけど、それヘッド？あ、打感？そう、ヘッド、まあ、まず構えた感じ。はい。あ、打感は、僕は、テイラー大好きですね。じゃあなんで、ステルスプラスとか、うん、ステルス2プラスとか、今、いっぱい出てくるんですか、うん、なぜそっちに変えてないんだと言われちゃうんですけど、これが、ちょくちょくシダで、うん、コースでやってみたんだけど、あんまり距離も変わらないし、なんならやっぱりもう慣れてるせいか。なんかこっちの方がいいな。全然これで曲がってないし、飛距離が出てくれるから、うん。なるほどね。変えてないってだけ。はいはい。ただなんかやっぱりシムマックスは自分的には名機だと思ってる。へぇー。で、ロフトは 9.0。ちょっと立ってんのかな、うん、普通が 10.5 ぐらいですもんね。だからそこはちょっと僕は立てて。なるほど。まあこれでも十分前にも行ってくれるし、高さもちゃんと出てくれるしってところで 9.0 を使ってます。はい。まあちょっといろいろね、もう少し自分でもね、詳しくならないとなっていうのは思ってるんで、今後、クラブセッティングだったり、もしかしたらクラブのそういうウェッジとかだったりっていう、ちょくちょく変えていこうとは思ってます。はい。はい。じゃあ、とりあえず2024年の。あ、そうだね。うん。今現在のクラブセッティングはこんな感じです。はい。わかりました、はい。ありがとうございます。そう。ほんといろいろグダグダしてすみませんでした。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。対決？対決。いい。ナイスショットです。うん。うん。ゲーラソン。あ、うまい。